皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日はですね、ホームページの改善事例ということで、一つ見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。はい、ホームページを改善するために必要な要素ということで、証拠編というノウハウが、私の中にあるんですけど、制約率を上げるためにどうしたらいいかということで、まあ、10項目ある中の3番目にですね、マスコミ掲載というのがあるんですね。で、そこで今日紹介したいのは、マスコミ掲載は決して企業だけではないということです。例えばここに出てるのは、まあ、マスコミと言えるかどうかわかりませんが、PTA ですね、小学校の PTA の、冊子にですね、その運動会の感想ということで掲載されましたよっていうことを、このようにですね、載せてみたものなんですけど、まあ何でもいいんですよ。こういうように、自分が書いた文章とか、何か、個人でやっている剣道がね、入賞しましたとか、まあ何でもいいんですけど、こういったこともすべてホームページに載せましょうということなんですね。これは、まあセルフブランディングというとこまでいかないにしても、結局ですね、その人自身が実際に存在しているんだ。その人自身がどういう人間なんだっていうことが、結局企業として契約するときに、この会社から物を買おうと思ったときに、要素としてなり得る可能性があるんですね。結局その人が信用できないから物を買えない。その人が信用できないからその人が働いている。その人が経営している会社で物が買えないとか、その人自身が信用できないからその人から物を買いたくないとか、いろんなことっていうのが当てはまってきますので、ぜひですね、こういったこともですね、情報発信として挙げてください。これは Facebook の、事例として今載せて、Facebook の投稿を載せてますけど、Facebook に限らずですね、こういったものをホームページに、載せてですね、例えば店長の紹介とか、社長の紹介とか、スタッフの紹介っていうところに、こういうコーナーを設けてですね、例えば小学校の会報乗りましたとかですね、例えば運動会で一等取りましたとか、まあ何でもいいんですね。そういったことを載せましょうっていうことです。一応そのテレビで紹介された、新聞で紹介されましたっていうのは企業だけじゃなくて、あらゆることについて、情報発信しておいた方がいいです。今の時代ですね、その個人の発信によって、その個人が注目されて、その個人が働いている会社、個人がいる企業っていうものに注目されるってこともありますからね。すべては情報発信から始まりますから、こういったこともぜひね、発信してみていただければなと思います。はい、今日はですね、ホームページの制約率を上げる方法の3、マスコミ掲載の一事例を紹介しました。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。